うん、それがね、シン。大量のダストを浴びていた。このままでは海馬になる恐れもあったのだよ。またダストの流れが活発化しているようだ。滅びの風が森を枯らすのも時間の問題か。今からでは間に合うかどうか。ダストの活動次第でここも影響を受ける。あの村のダスト濃度は年々上がっていた。私はダスト対策の道具を授け、暮らしを助けていた。それは間違いだったのかもしれない。もっと真剣に別の土地への移住を進めていれば。
私なの。逃げて。このままじゃあなたまで。でも私は人間じゃないわ。見てわかるでしょ。これは賢者の石が反応してる。賢者の石がダストに干渉して海馬の動きを止めてる。あなたが触れたから。それじゃあなたが適合者。ねえお願い、あなたに受け取ってほしいものがあるの。詳しい説明をしてる時間はないわ。だけど私の考えが正しければあなたならこの力を使いこなせる。この場を切り抜けることだって。
私はエンリ、英知の創身、アスタルテの慈しみ。あなたの名前を教えて。情報を書き換えてダストへの適応能力を付与。大丈夫、損傷した臓器を賢者の石が融合することで修復してるの。お願い耐えて。あなたが本当に適合者なら、賢者の石はダストを克服する力を与えてくれる。融合した賢者の石が取り込んだダストを力に変えているの。今のあなたにとってダストは死の灰じゃない。あなたは今人類で初めてダストを克服しているの。